アッパーカナダビレッジは、1860年代当時のオンタリオ州の事物を再現し、その時代の暮らしや文化を伝えるのを目的とした野外博物館である。開園は1961年6月24日である。メープル街道のほぼ中央に位置し、広大な敷地に、店や学校など、1860年当時の村が再現されている。 当時の衣装を身につけた案内人が、羊毛紬や粉引き、鍛冶屋や家具作りなどの仕事をしたり、店や通りを歩いていたり、なやや庭にいる家畜の世話をしていたりする。その中での工芸品作りやアトラクションの体験は、19世紀の生活を肌で感じさせる。ビレッジにある庭園の花や、農作物、果樹園なども、このコミュニティに雰囲気を添えている。若者、 子供向けや団体旅行者向けの企画も用意されている。もともとは、クライスラー農園の戦いに、ゆかりのある史跡がダム建設により水没することになったため、そこの建築物を移築したのが始まりである。トースコーイ坂屋旧柱木、クロキノールクライスラー農園の戦いの記念日スペシャルイベントスペシャルイベント付き代わりで4つから5つ、ほどのイベントが行われる。短期のもの。 長期のもの様々である。ファミリーアクティビティ、センターファミリーアクティビティセンター家族で1860年当時を体験でき、また、その当時の格好をすることもできる。子供たちの一番人気は、鈴細工である。他に羊毛を紡いだり、針山を作ったり、画ペンを使ってのカリグラフィの練習もできる。ボーリングに似た旧柱ギア、 クロキノールなどの当時の遊びも楽しめる。トレインツアートレインツアーエイ内を走るミニ機関車。1860年代の機関車のレプリカで2010年の9月にモカシンという新しい機関車がお目見えした。ヘリテージパークを通るルートで機関車からはセントローレンス側が見渡せる。ただ2011年5月から拡張工事が始まっており、 工事期間中はコースが限定される。ワゴンライドワゴンライド園内を一周する大型馬車のサービス。トースコをトートスカウンガ沿いに馬が引っ張る大型平底船に乗ることができる。この船はかつては重いものを風車小屋まで運んだり、また物資を遠距離を運んだりするのに用いられた。フォトグラフィースタジオフォトグラフィースタジオ1860年代。 当時の格好で写真を撮ってもらえる。クイーン・エリザベス・ガーデン・クイーン、エリザベス・ガーデンズ1984年のエリザベス女王のオンタリオ襲来法を記念して作られた庭園。ヘリテージ・パークの中にあり、20万平方メートルの敷地に色とりどりの花が植わっている。ヘリテージ・パークヘリテージ・パークビレッジの外にある公園。 フライスラーの応援の戦いの記念碑その東に開拓記念碑ロイヤリストメモリアル、戦いから200周年を記念しての石碑がある。この石碑を刻んだのは、オンタリオ州の住民である。ビジターセンターもあり、当時の戦いの様子を再現した壁画が収められている。ダンダスカウンティーメインストリートダンダスカウンティー。 1905から2005ヨーロッパ博物館事情沿い出る海博物館日本では東急版という名前で似たゲームが行われてきた。2005年に山形県でクロックと呼ばれるクロキノールそっくりなゲームがマスコミに取り上げられている。明治からあった安曇野のの東急版王国新商社センターとの交流アッパーカナダビレッジ公式サイト。ありがとうございます。